はい、動画を回しました。7月の5日、毎週恒例となっております。金レジャーさん、じゃあ早速始めていきましょう。キャラが決めていただいて結構です。はい、よろしくお願いします。今日は22名参加いただいております。前0回戦が3試合分ありますので、順番にやっていきましょう。じゃあ、攻めさんにまたマイク回そうかな。お願いします。はい、カムイ同キャラ。で、しまつりカムイが鏡カムイで、アテさんはいつも通りの時カムイ。はい、クリプスで牽制しつつ、さあ、お互いの前が。いやー、6人、そうそう、6。鏡で読んでて、元で2やって。さらにあの時で貯めて解放とかやるともっと増えるよ。たくさんの亀が見られますね。俺今爆捨て取っただけで3人になるからね。すげえな。さあ爆捨てリバサかって第1ラウンドアーチャーさん、でも時でちょっと宝石使っちゃってるんで若干辛いかもしれない。さあリバサ爆捨て、ウルマが刺さってしまう。起き上がり、バックスどんどん取って6人めくり、これはつながらない。総裁から A ボタン押して鏡を置いて、ここはクルギ。サード1回崩せばなんとかなるか。しっかり様子見て鏡は手を出して止めるが、ここでガーキャンセル。しかし雷撃が当たらない。これはもったいなかったが、さあテチと当てて投げかと思いきや打撃をかわす、うん、横投げ起き上がり、これはめくり、裏じゃないのかな、裏じゃないかな。、うん、なんかねえ、レバー左に入れてて食らってたからね、辛いよねあれね。無料攻技バネから起き上がりは、さあしかし安く済んだ。シマツリーカムイがバースト使って画面端で、そこはジャンイジメから出るまで画面端から抜けていくが、バースト使う鏡破りたい。怖い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 よ。なんとか後ろに下がりきらずに助かって、だからしっかり固める。お互いにあと一手が入って、よく見てる。だったなシマツリーカムイ。はーい。その2文字は余計よ。はい、大将戦でございます。ゲームオーバー。遠征、遠征してきていただいた方です。京都からいらっしゃいました。ママナージュさん、ママナージュさん、この初回の方でございます。この葉と、はい、アルバトロスキラー。はい、あのゾンビに定評があるという、アルバトロスレコード。ステマなのか何なのか。回し物ですか、うん、いやでも確実にね、アルバトロス映画を彼のおかげで、うんうん、見た人は多いだろうって、うんうんうん、視聴率は上がってる。買った人が増えたのか借りた人が増えたってのはなさそうだけど。試合の方は風コロハと雷キラー、お互いにちょっとワンタッチし合ったところで、さあ地上戦、この葉側がここで体力逆転するが補正切る形になる。素材素材 6C は避けきれて、そうこれはボディ対策のこの葉側があれならめくられないな。手がフロン当たってしまうが、さあエコダが当たらなかった。さあ先端くらい画面端へ落ちてプレッシャーを与えるが、ボディカウンターヒット。しかしこちらもコンボミスしてしまう。くらい当ててく投げ通して、ここはジャンシジメになってしまうが、さあ割とボディ対策にはくら曲げ回していた。ホーミング使っちゃってか避けれないねあれ。
第2ラウンドは開幕ベルテックスが当たって、ここはイズナ締め、起き上がりにさらにベルテックス、ここは総裁ジャンプ、しかし地上で捉えられてしまって、画面端イクリプスからこれはですよね、確定してしまっていた。さあ体力はほぼ5分になって、区内素材からクーガフローを飛ばして起き上がりベルテックス、ここはしっかりガード、総裁から 2B に対して打っていたが、これは痛いぞ、ブラストに化けちゃった系なんですかね。さあブレイズが入るが赤かった、まだ残ってる、いろいろと格好悪かった、まだいける、画面端総裁がアクラから、ここはバースト、ジャンシーが当たる、投げ通して、このハウ左くらい取っていく、取っていく素晴らしいねこれは良くない流れがキラに、さあ流れが、うん、確かにちょっと変わったかもしれない、ね、変わったかもしれない、流れ変わったなっさあ設置からここは寝っぱなしで、さあ噛み合わなかった、捉えるがここはジャンシー締めになってしまう、総裁ムササビからキラの攻撃を回避してワンコンボ、イズナ締め、起き上がりベルテックス、総裁ここはなんとかボディ当たってしまう、これは決め手となり得るか、さあ受け身はしない、ネッパーしっかりとキラ対策、ダメージ計算されていることも加味しつつ、アドバで 2B が前の外捕まえて起き上がり、総裁から綾手付き当ててバストつかせる、こすって、これはと殺しきれない、ミスってしまった、乱れくらいはガードガーキャンから、さあいろいろ精神が揺さぶられてる感じがしますが、ボディガードさせて、ここは四隅雷はよけて、さあボディ対策でポンポン消えていく、空中戦入れ替わって、あーガーキャン投げに対してペチと当てて、いやー勝ったのは遠征でマナージさん、はい、ということで HP 側がストレートですね、マナージュ島鶴チーム、はーい、はい、じゃあ次の試合がニットくんオンクースチームと、はい、ヤヒガさんゼノさんチーム、はーい、キャッシー2人いる、はい、ニットくんさんがいて、オンクさんがいて、ヤヒガさんがいて、ゼノさん、ゼノさんと、ヤヒガさんがチームで、筐体を決めてもらいまして、まず先鋒戦は1ピ側がゼノさんのキラと2ピ側がニットくんさんの赤ね、なんかニットくんちょっとゼノさんのキラ嫌がってたけど、さあどうなのか、アルカナはさあマキラとキアカネ、まず開幕ボディ通して、コスコンボ、ここは早めのバースト、種まいて、さあ地上戦でやっぱ種あるとキラ戦は結構安定というか安心感上がるんでね、さあしっかりと 4D で避けて、これはいい引き上がりのコンボが入る、ジャンプからで逃げて総裁からドライバー、起き上がり B1 カーは逃げている、さあチョップ牽制しつつもジャンビがカウンター、人種まいて、さあクーガフロのジャンプイン、クーガフロじゃないよ、総裁 FMC のジャンプイン、さあ相打ち上等月倉木、気合を入れて当てていく、第2ラウンド総裁戦当てて、さあこれいいダメージが
入りますと。さあボディからここはガードの選択。さあ総裁取れずに画面端足払いからのジャンプイジャンプイ、総裁虫をどんどん置いていく。 B バンカーしっかり避けて、さあ木上がりのコンボ、ここは花薙からさあ種まいて斜めツターガードさせて有利時間。そして 2B が通るが、これは回転出てしまっていた。起き上がり固めていく。 5B が入る、バースト使って2キック抱きから花薙種まいて、さあまためんどくさいぞこれ。キラガワおっと、さあ攻めっ気出したくなるところに回していた。さあ根性値貫通して取り返していくゼノさんのキラー。さあまずは立ち回り、さあ最終ラウンドお互いじわじわとよそ見ている感じ。突き防衛の着地見逃さない。しかし見せてしまう。取りかけからここは 5B 入る、花薙種まいて、さあまた楽しい時間が始まるが、なんとか逃げていく。しかし種が1個まで残っているが消える。しっかりつなげて花薙締め、種まき締め。さあアルマゲは決まらず、バースト使って昇竜はフォロー、ダメはじ突き砕きが飛んでくる。非常にしんどい状況だった。勝ったらニットくんさんのアガネ。さあということはキャッシー同キャラ戦ですね。マシンプロレスが、さあ1P 側が、ヤヒガさんのキャサリン、 2P 側がオンクさんのキャサリン。ノーマルカラーと白青カラー。さあ土キャシーと学獣キャシー、どっちも防御力高いんでね、このゲーム屈指の確かに確かに。さあ産業スパイは犯罪やで。ここは今く、まずはジャンプと総裁なら1個、ここはしっかり総裁からガード。さあ超スキュアンのガークラー、まあ、状況は取れている。さあここからどう攻めを展開するか、総裁に対してジャンイー。さあ画面端入れ替わってミサイルが入る。さあくるくる入れ替わる、これ。さあ超ラリー、ここアーマーつける。さあここからどう対処していくか、土キャシーのアーマープロレスでしょこれ。さっき俺が与えたから今度はお前が食らえよみたいな。さあこれ体力リードはヤヒガさん、当てて叩き落としから、これはしっかり見ていた、届いてる。さあ回って回って、まず第1ラウンドはヤヒガさんのキャシーエンターテインメント性が高いですねこれ。あー当たってる、ブラスト血がめんどくさいぞ、すくう投げ。さあ起き上がり、あーっとゲランは当たらない。さあいろいろとなんかこれガーキャン超え、これは確定していたか。さあ学獣キャノンから、さあチクボン出している。さあお互いチクボン出して、さあ分かっているさあどうなる、ドドーンドーン。さあまだ左側にも残ってるよ、フォースコンボ。さあこれはやってしまったか、スチパンチ。さあスチパンチ起き上がり、学獣キャノン、さあミサイルをガードポイントでガード室で突っ込んでくる、あのプレッシャー、おいさあ画面端、あーっとジャンプイン、勝ったのはヤヒガさんのキャシー。
やなかなか見れない面白い試合だった感じがねえ、ああいう気持ち忘れちゃいけないよ。うん、さあということで決定戦ですね、ヤヒガさんのキャサリンとニットくんさんのアガネ、さあ結構このチカシーも結構癖のある感じなんでね、まあでも木だったら割とそんなに苦労しなく対処できる気はしますが、開幕の森攻撃当たって、さあさらに受け身狩り、まずはコドダマをダメる話はそれからだ、めくり要石ジャンビーしっかり指導を取って赤いからの種まき、これは総裁になる。さあその分本体はじっくり様子見ができて、足払いからさあ種まいてどんどん攻めを展開していく。ここでアーマーが付与、強気のラリアットは横投げが通る、そして画面端、さあヒップはさあ画面端続いている、横っつったからとまたも赤いが、さあ受け身取らないのが悪いんやと、コンボ入れてさあ溜めて、さあこれはなかなか面白い対策、ガードさせて、ね、時間を伸ばしてね、ジャンプ E を当てる、で殺しきると、チビオド出してドリル、さあ画面端、さあ突き板は使ってしまうが、さあこちらも突き棒で使ってしまうが、さあ突き砕きでラリアット通って超土パンから、ここはさすがに着地している。さあイエコンジャンいじめから画面端のツッタが引っかかるじゃない、種が引っかかる。さあさらに同じ状況を作っていって、今度はアーマーがついている、 N 投げ通して、とこれは多分あの足の化けかな、ゲージがギリギリ足りてなかったんでしょう。さあバースト使って伸びる伸びる風払い、なんかネイチンすんげえいきなり前に進んだよああなるほど、 6D の下段をね、うん、結果オーライさあ勝ったのはニット君、オンクーさんチーム、はい、ということで次は、シスマンさんニゴさんチームと砂漠の民さん白駒さんチーム